かり起きれました。えらい。おはようございます。ちゃんと寝ました。柏原くんの時はちょっと寝坊するのが怖くて寝れなかったんですけど、今日はちゃんと寝ました。おはようございます。え、みんな早起き。マジで寝たのが今日は2時とかあれみたいな感じなんですけど、気持ち的には12時にはもうお布団に入って寝てる予定だったんですけど、まず寝たのが寝たのがじゃなくて、お風呂配信が終わったのが9時半、9時40分とかで、10時ぐらいまで一旦ちょっとダダーってしたんですよ。でそっからアイスを食べてダラダラっていう時間がちょっと続いて、ダラダラタイムが続いて、で11時によし風呂入ろうってなって、11時ぐらいにお風呂入って、11時半過ぎに出てきて、あやばい、ドライヤーとかしないとって思ってドライヤーして洗濯回してでしてたら、もういつの間にか12時になってて、あやばいと思って、そっから荷造りしてとかしてたら、寝るのがもう1時2時ぐらいでした。1時にしょっくり2時前か2時前でした。やばいです。でも今日は一日でね寝れるので、まあ大丈夫に、移動が結構今日長めって感じなんですけど、移動で寝れるのでセーフって感じなんだけど、おはよう。ありがとう、ギフト。カイトさん、かわいい。アイスレモンさん、ジャストミートさん、スエンさん、氷漬けバラ。なんて言うんだろう。DHA ピン。FIN さん、パリピバブルとだるま。カイトさん、氷漬けバラ。スーさん、ハート。カズさん、最新型ポンコツさん、ユイさん、氷漬けバラ。マユーちゃん、パリピバブル。木戸のたかさん、今日は A ランチさん、クックさん、氷漬けバラありがとう。おはようございます。今日はお仕事で何時まで、何時まであるかっていうのは分かるんですけど、その終わった後に配信ができる環境なのかがちょっと分からなくて、どういうあれなのかがちょっと分かってなくて、そう、念のため配信しました。夜できたらしたいんだけど、なんかむずそうな気もするんですよね。おはよう。6時半に起きるつもりでしたが3時に目が覚めました。あーやばい、それはやばい。もう寝てくださいね。この配信が終わったら、終わらずとも寝てください。もうそれはもう寝ないと、年がね、逆に 寝その分いっぱい寝れなかったら、年がその分いっぱい寝ちゃう。おはよう。そう、お昼に寝ないようにちゃんと移動時間大爆睡します。最近ちょっとね、移動時間寝れるから、移動
から2時ぐらいに寝て2時間半か映画1本ぐらい英語1本分ぐらいしか寝れなかったんですけど、でも夢見たんだよね。サラピが出てきた。サラピが会いたがってるのかとか言ったらサラピに怒られる。サラピが夢に出てきました。サラピの家に突撃っていうかする、よくわからん夢見ました。ほんまに意味わからん夢でした。謎な、なんかでもテレビ収録してました。よくわかんない夢。おはよう。みんなおはよう。早いね、起きるの早。どんなサラピの夢を見たかっていうと、なんか夢ですよ、本当に超夢なのであれなんですけど、まずなんかロケをしてて、でロケをしてて、そこ訪れたのがサラピのお家だったのね。よく分かってないんだけど、なんでそのロケでたどり着いたところがサラピのお家だったの。でピンポーンって鳴らしてでサラピのお母さん、知らん、架空人物すぎると思うんですけど、サラピのお母さんが出てきたんですよ。でそのお家の中を入っていって、お話とか聞いてたら、あれみたいな、これサラピの家じゃないみたいになって、ってなったらなんかサラピがおったんですよ、部屋の奥にっていうか、なんていう、自分のお部屋みたいなところにいて、あサラピだーんってなって、やっぱサラピだったんだみたいな話しとったら、奥にパパらしき人物がいたんですよね。夢です、これ夢なんですけど、本当に夢だから申し訳ないんですけど、パパらしき人物がいたんですよ。でもフードとサングラスとマスクをかぶってたの。もうめちゃめちゃ明らかにおかしいじゃないですか。でも確実にパパなのね、絶対に。やばい、サングラス取っちゃった。もう絶対にパパなの。でもめちゃくちゃ怪しいの、もうとにかく怪しすぎて。でなんかやばい人かなとか思ったんですよね。ででもサラピがもう絶対に近づかないでみたいな、でもめっちゃかばうじゃないけど、もうその不審者ではないんだなと思うんですよ。そのサラピが近づかないでってあんま見ないでみたいに言われて、夢ですね、これ夢ですけど。でまあ見なかったんですよ。で、まあ、普通に、まあ、ロケを進めていって、もうめっちゃ気になるわけじゃないですか、その人誰なのか、誰なのか超気になって、問いただしてみたところ、めちゃくちゃもう何、もうみんなが知ってるであろう芸人さんだったんですよね。えみたいな、なんで芸人さんがおるんってなったら、言ってないけど実はパパなんだよねみたいに言われて、でドッキリとかじゃなくて、その夢の中ではサラピのお父さんが芸人さんでしたっていう、よくわからん夢見たんですよね。マジで意味わかんない。でも確かにお顔がめちゃくちゃ整ってる芸人さんっていうか、こう顔のパーツパーツがめっちゃくっきりしてる芸人さんだったのね。だからマジやんってなって、私も夢の中の話なんですけど、ほんまなんじゃないかっていうのを思ってる。夢の中の話なんだけどね。実在する、皆さん絶対見たことある芸人さんで、マジでサラピのパパは芸人さんだったっていう夢です。でこれでも表には出してないから言わないでほしいって言われた。めっちゃもうみんなが見たことあるし、お顔もやっぱパーツがすごく綺麗で、あってなった。で
誰にも言えちゃダメっていう。だから確かにコアのパーツパーツ綺麗だし、もうありえるなと思って、全然ありえると思って、ちょっとほんまなんじゃないか、意味わからんけどサラピに聞いてみようかな。え、サラピってさ、もしかして〇〇さんの子供娘だったりする？夢で出てきたんだけどって LINE してみようかな。そう、サラピ全然最近会ってないんですよね。でも昨日ね、それこそなんかサラピのこと考えてたんですよね。サラピのこと考えてたって言ったらなんか、ね、めちゃくちゃ好きなやつやんじゃないんですけど、いやまあ好きなんやけど、なんで考えてたっていうか、なんで何で考えてたのかっていうと、サラピのインスタグラムを見て、いやめっちゃええやんカフェ巡りと思ってめっちゃ見てた。結構サラピのインスタ見るんですけど、可愛いなと思って、それもサラピとこういうアフタヌーンティーとか行くってなったらノースリーブ着ていけないのかなとか考えてました、マジで。だからかな、だから出てきたのかな、サラピが夢に。びっくりした、夢にサラピが出てきました。そう、わかんないマジで、なんでなんやろ。でもその芸人さんは結構私が何、小学生ぐらいの時によくテレビに見てた方なんですよね。今も多分全然テレビ出てらっしゃると思うんですけど、でも最近見たかって言われると全然そうじゃないんですよ。最近ワンちゃんほんまにサラピさんの方の子供かもしれん、知らんけど、夢でしかないけど。よくわかんない夢を見ました、本当に。よし、今日はどんな髪型にしようかな。ふう、ツインテールでもしよっかな、久しぶりに。おはよう。確かに、はぁって言われるんで何を言ってるの。深層心理でサラピがその芸人さんに似てるのかなってそらはね。いやでもね、全然ね思ったことも何もなかったんですけどね、マジで。サラピが、まあサラピに夢がれ、夢にサラピが出てきたのは多分昨日ソラハがサラピのこと考えたからだと思うんだけど、おはよう。ね、本当にさ意味わからん、サラピからしたら意味わからん夢見ました。タクラミオンさん、氷漬けタコ、タコスケさん、アスパラさん、氷漬けバラ、パパスイさん、ノブロさん、ハト、ダレルンさん、パリピバブル、ありがとう。キズナさん、氷漬けバラ、カイトさん、レインボースター、ありがとう。本当によく、でも、ね、私ねめっちゃね夢出るってくるの、夜に。それこそTikTok とかで見てたら、なんか切り抜きとか見てたら、もうその人が確実に出てくるので、プラスこの前 TGC 松山の時に、そう、楽屋が近くで、うわっ我々さんだって思ってた方がその日の夜にめっちゃ出てきたの、なんか友達みたいな感じで。とか本当に影響されやすいから、多分あれなんだけど、なんでそんな芸人さんやったかは分からん。よく分からんけど、サラピの夢を見ました。みんなはどんな夢見ますか。私は本当にね夢を見ないことがないっていうぐらい夢を見ちゃうんですよ。もう嫌だ、夢見たくないんですよ、できる限り。
だってさ、夢見てるってことは頭を動かしてるってことじゃないですか。だから私はできる限り夢を見たくはないんですけどね。夢を見てしまう。そうだよ、夢を見ても起きてから3分後に合わせる。私ね、忘れてる夢もあるんだけど、忘れない夢めっちゃあるんだよね。だからおもろかったり怖かったりするとメモったりする。今日のやつはもうおもろすぎて、もうあのメモらずとも覚えてるんだけど。おはよう。夢見た。寝る前に自分の写真返信送ったら、そうだよ。だからみんなが空葉の夢に出たいって時は、多分メールの返信で自分のみんなの写真を自撮りを送ってくれると私の夢出ると思う。確率は上がる。本当にそうなの。多分考えたらその人が出てくるんだよね。マジで私の夢の絵の出かかったって単純だよ。まあね、夢を見てすぐに忘れる夢もあれば、こうやって記憶に残りすぎる夢もあるという。マジで意味わからんかった。なんでセラピーはそうなのか。おはよう。夢占いしますよ。結構な頻度で夢占いします。怖くなるからね。なんでこんな夢を見たんだってなるから、夢占いにするかもです。夢占い。幸せなラーメンの夢見られるように毎日ラーメンの、うわ最高。それは最高かも。見たいかも、ラーメンの夢。めっちゃ幸せやん。急にボーイッシュ系みたいになる。今日はこの後メイクをするので、メイク道具を持っていればなんとかなるでしょう。今日なんか荷物がねちょびっと多いんだよね。大丈夫かな。すみれさん、ダイランさん、氷漬けバラありがとう。3日に1回ぐらい空が出てきた。すごい。もうそれはソラハのことめちゃくちゃ好きじゃん。それはソラハのことめちゃくちゃ好き。いい傾向でありますね。いい傾向ですよ。絶対この服にさ、これ合わないよね。いっか、着なくて。移動中だけ寒いから着とけばいいか。絶対このニットにこのシースルーシャツは合わんけど、寒いから一応持っていっとこう。あー、朝ごはん何食べようかな。いつも食べてるあの明太子じゃない、たらこのスパゲッティにしようかな。たらこのスパゲッティ、お腹すいた。
マスクしてサングラス。サングラスはあるよ。サングラスはある。うわめっちゃ反射する。サングラスはあるけどしません。今日は、今日はしません。オフの日にしかしません。おはよう。カズさんパリピバブルありがとう。そういえば言ってなかったんですけど、昨日は夜っていうか夕方ぐらいに油そばを食べたんですよね。しかも大盛りを、大盛りを食べたんですよ。もうやばいです。もう幸せすぎました。油そば久しぶりに油そば食べたんですけど、いつぶりだ、東京駅で千穂さんとサラピと一緒に食べたぶりに油そば食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。卵が乗っててめっちゃ美味しかったです。なんか東京油そばみたいな。本通りに油そばを食べたんですよ。サッチーとお別れした後にパセと集合して、パセと買い物に、日用品の買い物とか行った後に、もうお互いお腹空いてて やばくて、なんかパン屋さん行ったんですけど、やっぱ閉店間近だったからあんまなくて、でタルパセが油そば食べるみたいに言われて、えいいよって言って油そば食べに行って、もう二人ともお腹空いてたから並じゃなくて大盛りにするかってなって大盛りにして食べたんですけど、めちゃくちゃに美味しかったです。最高でした。なんか A トッピングみたいになったんですけど、ネギと卵みたいな、めちゃくちゃ美味しかった。麺がもっちりでしたね。つけ麺とか油そばって結構麺が太めでもっちりなイメージ。見た目はそんなね大盛り感はないんだけど、油やばい、汚な汚な、じゃあ油そば食べました。ノーマル油そば、なんか辛味噌みたいなやつだったんだけど、空は辛いのが苦手なのでノーマル油そばを食べ、おいしかった。具、そう具がいっぱいだったんですよ。もともとチャーシューか、細いチャーシューとメンマとネギと海苔があったんですけど、 A トッピングでネギごまと半熟卵、ネギごまと半熟卵が追加されて、ネギのシャキシャキ感がめちゃくちゃ美味しくて、でこのあの半熟卵がもうとろっとしてて、もうナイスすぎるぐらい最高に美味しかったです。これはまた食べに行きたいですね。半熟卵、みんなも今日のお昼ご飯何にしようって迷ったらぜひ油そば食べてみてください。昼からがっつりがっつり油そば。ではでは、そろそろ壇上を読みたいと思います。13位、 DHAFIN さん。12位、ウさん。11位、さくらみおんさん。9位、クックさん。あち大崎上島のカズさん。7位、スーさん。6位、スエさん。5位、キズナさん。4位、アスパラさん。3位、タコスケさん。2位、ユイさん。そして1位はカイトさん。ありがとうございます。配信を見に来てくださってありがとうございました。今日はロケ頑張ります。今日は結構いるので、結構っていうかドキドキする、意外といるっていう感じで、メンバーが
そんなにもうめちゃくちゃいるわけではないんですけど、今日は結構メンバーが何人かいるので、一人とかじゃないので楽しみ、ワクワクです。仲良くなれるチャンスって感じなので、仲良くなれるよう頑張ります。皆さんハートありがとう。みんなハッシュタグすら通信でメールの返信とか待ってます。クルージングとあと個別撮影会、当選された方報告待ってます。報告してくれないともうピエンです。そしてね、そう、第6再販で申し込んでくださった皆様はぜひお手続きの方が本日の23時59分までとなりますので、お手続きの方よろしくお願いします。そしてね、島旅クルージングが落選しちゃった、スペサポ落選しちゃったって方は本日の12時から ST48 のファンクラブの方にて受付がありますので、ぜひそちらチェックしてくださると嬉しいです。それでは配信を終了します。見に来てくださった皆様ありがとうございました。また夜、できるか分かんないんですけど、ちょっとできたらしたいなと思います。まだ分かんないで、ゴブゴブって感じです。ではお仕事行ってきます。皆さんもこの後寝れる方は寝てください。しゃっくり。では今日も一日パエトロブーリドレスリカタおやすみちょう。ではバイチャラポー、またね。ありがとうございました。